はようございます。今日はミュージックビデオの撮影でございます。行ってきます。から春香さんです。よろしくお願いします。はい、見て。はい。はい、はい、カメラ見て。次元が違うダンスするの、マジやめて。タックが今練習してるから回りました。ストラがします。Oh.
Thank you.
じゃあ、ただいまの活動をもちまして、本日の、ラッキーデイズプロモーションビデオ、撮影以上になります。お疲れ様でした。皆さん、今日は一日本当にありがとうございました。まさかこのミュージックビデオをドラマのチームの皆さんと一緒に撮影できるなんて本当に嬉しくて、なんか一昨日クランクアップしたけど、なんかまたね、もうすぐ再会できて、すごい幸せな撮影でした。ミュージックビデオも本当に出来上がりがすごく楽しみにしています。本当にありがとうございました。またこのチームで撮影ができたのがまずすごく嬉しかったですし、このはるちゃんの MV に参加させていただけることも嬉しい思いもありながら、ダンスはちょっと苦手だったのでちょっと恥ずかしかったんですけど、でも楽しく撮影させていただけたので、このアンラッキーガールの世界観がこの曲にすごくマッチしていい完成品になってるといいなと思っています。撮影中に初めて聴かせていただいたんですけど、いい感じにこう緩いというか、すごく心地いいリズムだなと思って、それがこのアンラッキーガールの世界観にどうはめ込まれていくのかなっていうのをすごい楽しみに最初1話のものを見て、でエンディングに流れてたら、それが本当にすごいよくマッチしていて、心地よく前を向かせてくれるような、そんな感じのリズムがすごい自分が聴いてても心地よくて、今でもよく聴いてるので今日もたくさん聴けて楽しかったです。はるちゃんがこの曲で MV 作るっていう話になった時に、本当冗談で私とリンリン、高梨リンさんと、出してよ出してよ、出る出る、行く行くなんていう話をしてたんです。で、冗談だったんですけど、でも本当に叶ったらいいななんてこう半分半分で思ってて、そしたらまさか本当に出していただけるっていうことで、言ってみるもんだなっていうところがあって、とても嬉しかったですし、私と高梨さんは特に役の衣装で隣で踊らせていただいたので、こうドラマから引き続きこの MV を見て、どっちも面白いなって思ってもらって、リンクできたらいいなっていうふうに思って、でアンラッキーガールのドラマを見てこの曲を聴いて、 MV 見てもらっても面白いし、 MV 見てからドラマを見ても面白いみたいな、そういう感じなミュージックビデオになってるんじゃないかなと思ってみます。はるちゃんの人柄っていうのも MV の中にも出てると思うので、楽しみにしてもらえたらなと思います。1、2回曲をこう耳にしただけで結構歌えちゃって、それがやっぱ素晴らしいなというか、この曲なんだっけ、なんか頭に残ってるな、あ、アンラッキーガールに流れてた曲だみたいになるのは、本当主題歌というかエンディング曲としてとっても素晴らしいなと思って感動したのを覚えてます。本当に最高な一日でしたね。ミュージックビデオをまさかドラマのチームのスタッフの皆さんとキャストの皆さんと一緒に作れるなんて本当に夢のようでしたし、あとはスミスさんとは一回ミュージックビデオを撮っていただいてるんですけど、で今回もまた一緒に撮れたらいいなってずっと話してたので、その思いが、その願いが叶って本当に嬉しかったです。一緒にレコーディングさせていただいた時もすごく素敵な歌声を聴かせていただきながら、で翔さん自身も本当に素敵な方で、たくさん緊張している私に話しかけてくださったりとか、素敵な方だなって思って今日もずっと撮影させていただきました。ダンスは一昨日いただいたんですよ。なんでもうみんなで覚えられないよってなりながら現場とかで一緒に練習したりしてたんですけど、でも本番みんなと朝から練習して結構覚えて撮影に挑めたので、よかったなって
思いつつ、やっぱりでも一人じゃなくて二人がいてくださったおかげですごい楽しくのびのびと踊れました。ドラマアンラッキーガールは皆さん見ていただけてますか？見ていただいたかな？はい、その主題歌であるラッキーデイズという曲はマイナス思考な考えをしてた自分とはおさらばしよう、もっと前向きに考えていこうっていう明るい曲、前向きな曲になっていて、私自身も現場に行く時とか聴いたりして明るい気持ちになりながら行ってたので、ぜひ皆さんもこの曲を聴いて笑顔に明日も頑張ろう、今日も頑張ろうって思っていただける曲になったら嬉しいなと思います。そしてミュージックビデオもキャストの皆さんも出ていただいたり、豪華で盛りだくさんなダンスもあったりとか、盛りだくさんの内容になっているので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。